手伝うわ。いいわね。愉快ね。いいわね。そうね。おう。そうだ。愉快だな。そうだ。愉快だな。そうだ。愉快だな。いいな。ねえ、どうしたの？大丈夫？え？もしかして立ったまま寝てたの？これから戦が始まるってのに緊張感のないやつだぜ。聞け！残虐で無慈悲なクソ野郎ども、ゴードの連中のどまぬけ面が見えるか。ぶった切って弓の的にしてやろうじゃねえか。よしよし、いい気合だ。腰抜けどもが軽くひねりつぶしてくれるわ。いいか野郎ども、酒や食い物、そして女、根こそぎ奪い取ってやれ。逆らうやつ、いいえ、逆らわなくてもぶっ殺せ。
らガルドメがゴードの腰抜けとは違うことを教えてやるのだ。しまったぜ。消えちまった。どうなっているの？ガルドメ神のお怒りか、地獄からの使者なのか、皆目見当がつかんな。ザハ、大丈夫？見損なうな。これぐらいの傷どうということはない。さてお前に話がある。白帝の祠に置いた俺のキャラバンをお前に譲る。そして使徒へドガの要塞に向かうがいい。すげえな、ドガの要塞かよ。最高級の武器が手に入るはずだぜ。頼んだぞ。久しぶりでしたが、大丈夫そうでございますね。さあ皆さん、急いで乗り込んでくださいませ。のことか。さてよく見つけたな。
約束通り、このキャラバンはお前のものだ。ごめんなさい。ぶっ飛ばすぞ。邪魔をするな。気がついてくれ。やめろ。くっそ、お願いしたらよ。安心すべ。どうせ。よしよし、いい感じだよ。ガンガン行こうぜ。皆さんは世界を旅しているのですか？おう、そうだな。オーク以外の世界にも向かわれるのでしょうか？そうね。わあ、素晴らしいですね。私、オーク以外の種族に興味があるんです。今日はありがとうございました。お、なんだ？よう。そうね。それって。おう。そうだね。ありがとうございます。素敵です。私の名前はザラ。国領の鉱山で働いてます。いつか歌で世界に出ていくのが夢なんです。変わります。そうなの？はい。
ごめんなさい。何ですって？ふむふむ。そうね。滝に打たれている水強な男がいるな。滝に打たれての修行かよ。いつの時代だよ、まったく。おい、あんたがゴルドーか。貴様たちは
すまないが封鎖を解くことはできん。でもオーク領内の揉め事による封鎖と聞いたわ。俺たちが生きてえのは自由都市だ。全く関係ない話だぜ。ちょっとボグス。そうだろうが。ふん、戯れにも強だと名指しされては引くわけにもいかんな。多くの血族であれば力で明かしてみせよ。港に戻りましょう。Thank you.
愚か者どもめ。これはゾルバ王様。粗暴ソヤ、炭竜王兵。この自由都市で多くの性癖は悪く映る。申し訳ありません。貴様たちは。魔獣の被害は我が領土、いや世界の広くにわたって起きている。我がこの自由都市ネロに乗り込んだのも、その対策を協議するため。正体がわからぬ限り安心を与えることはできぬが、国を挙げて対策する。早く国に帰るんだな。貴様らの助けを必要とする者がいよう。では。こんにちは。旅の人ですね。このマクマミアレリーはいかがですか。花言葉は
幸運な旅路です。お客様にぴったりでしょ。そうね。じゃあいらっしゃい。